とにかくいろんえっと「ライフシフト」っていう本にもいろいろ書いてあるんですけどもこういう、まあ、本を読んでちょっとやるべきこと今後,の今後の社会でやるべきことっていうところででね結論から言うとやっぱりねいろんなことやった方がいいと思うんですよね。 まあ結局この「ライフシット」っていう本にもまあ似たようなこと書いてありますけど、まあ、とにかく人生が長いですよね今100年時代とか言われてて寿命も長くなってるしあとル時代のルールもどんどん変,変化しまくっていくんですよだから一つのことやってたんじゃあの自分の人生を長い人生をあのよりよく生きていくことってできないんですよね基本的に。 うん、だ昔だったらなんか自分が好きな一つの分野を徹底的に極めてやるっていうのでも良かったかと思うんですけども、あのー、今の時代だとそれだとちょっと厳しいんですよねだからいろんなことに挑戦していろんな、あのー、引き出しを持ってるっていうのがすごい重要になってくるんですよ。うん、なのでまあ例えば一つのこと だからかといってね次から次へといろんなことやって中途半端に終わっていくっていうのはあんま良くないと思うんですよね。うん、だけど例えばまあ3年とか5年とかおきぐらいに自分のやる主軸,主軸っていうのを変えていく戦略っていうのがやっぱり今合ってるのかなと思いますよね。ある程度もうスラスラなできるようになってからそれをやり続けるっていうのは時間のロスになっちゃうと思うんですよ。うん 例えば3年5年とかそんな結構長期のねやって結構そのやってることに対してもうだいぶ覚えたとできるようになったっていうところからまたさらにそこから5年とかやっちゃうとあのちょっとその5年を無駄とまでは言わないですけどかなり同じ5年を使うなら新しいこと全く違うごとに5年を使った方がその人の,あの引き出しも増えるし人生の豊かさっていうのも増えると思うんですよねうん 85点ぐらい取れるようになったものを頑張ってもう5年やって90点まで増やすとかいよりも今ある自分の能力で0点のところをまあだから時代のルールもね本当に凄まじい勢いで変わっていくんでやっぱりやることをまあ中途半端っていうのはよくないですけどもある程度変化させていくで長期で考えても3年5年ぐらいにはやっぱり変え,変えてって。 行くっていう方がいいと思うんですよね。うん。で、三年五年で書いたときに前やってたことを全くやらないとかいうわけじゃなく、ちょっとやるとかでもいいんで、少しずつこう新しい軸をずらしていくっていうか、新しい分野にやった方がいいですね。うん。で、なんか新しいことをやるときに前のことと全く違うことをやった方がいいと思うんですよね。うん。その方がその人のあの幅が広がるし、いろんな知見が得られるんですよね。 でそれやったことがどんどん点と点としてつながっていってまあ、よ,より強固になっていくまああのー、スティーブ・ジョブズとかも何だっけ点と点がつながるみたいなこと言ってますけどコネクティング・ザ・ドットって言ってますけどまあそういう現象も起きるんでその方がねあのー、いいと思いますねうんこの今後の人生ほんとルールは変わるんで例えばね今だってあのー、今 世界的にね自粛っていうのが行われてますけども、まあ、昨日までねすごいあの例えば何かのビジネスで成功してた人も急にルールが自粛っていうのに変わった瞬間にねやはりオンラインがすごい必要となってオンラインを混ぜたビジネスモデルっていうのが必要とされたりとかそういうふうにあの今後もねそういった急激に変わるって言葉はあると思うんですよ。そういういことがね今後もあるから やはりいろんな日差しあそれは経験したことあるなそれは経験したことあるなっていうのを言っとけばどんなにあの社会が変化していってもだからまあリエモンとかもね、あのーまあ、多動力とかなんとか言ってますけど、あのー、ああいった意味合いに近いですよねこのライフシフトの戦略っていうのも。だから、 そういう風にしてちょっといろんなことに挑戦して、まあ、本当に向かないなと思ったらすぐ辞めるのもありだと思うんでやって、まあできそうだったらちょっとある程度掘り込んでね、で、まあ長くても3年5年ぐらいのスパンで変えていくっていうこと。そうすればだいぶ人生でいろんなこと経験できるし、いろんな深みができてそのうちすごい自分にものすごく合ったものに見つかるかもしれないし、うん。実際にやってみるまでは自分にハマるかどうかって分かんないですよね。 ものすごい才能があるかもしれないものもあるんでやはりそういうところに見つける意味でもいいと思うんですよはい、はい、なんでね今日はちょっとこのライフシフトっていうのを読んでは自分なりに解釈した内容今後の人生の戦略みたいなものを、えー、語ってみました何かありましたら遠慮なくコメントいただければなるべく返すにいたします していただけるとモチベーションアップしますはいありがとうございました